第1回津軽三味線全国大会フロームホームの開始です。皆様こんにちは。改めまして小田真由さです。そして今回ボランティアでご協力くださいます審査員の皆さんです。どうぞ。この度ありがとうございます。よろしくお願いいたします。このイベントの目的は、津軽三味線大会をリアルタイムにリモートで開催したらどうなるか、とりあえずやってみようというもので、試験的な意味合いが強いです。そのため、進行上の不手際などが多々あるかもしれませんが、冒頭で早速やってしまいましたが、ごめんなさい。優しく見守っていただければ嬉しいです。とはいえ、出場者は各地で開催される大会で入賞する強者が揃いました。見応えあるイベントとなっていますので、最後まで優勝争いをお楽しみください。この大会はトーナメント制で行います。12名の方にご応募いただきましたが、残念ながら神奈川の澤田響さんと東京の小島康平さんはお仕事の都合で欠場となりましたので、10名で争っていただきます。優勝賞金は参加料の合計にプラスして4万円です。課題曲は津軽五大民謡と鰺ヶ沢甚句の中から対戦相手とじゃんけんをして勝った奏者が選べます。時間は4分。鰺ヶ沢甚句は2番まで演奏していただきます。調子は自由です。審査は1回戦と2回戦は7人の審査員が、3回戦と決勝は審査員全員で行います。1回戦で惜しくも負けてしまった皆さんには、敗者復活戦に臨んでいただきます。鰺ヶ沢甚句を演奏していただき、審査員の得票数が多い2名の方が2回戦に進むことができます。それでは始めましょう。1回戦第1試合は、兵庫の中村拓哉さんと石川の口出友太郎さんです。審査員は伊藤さん、佐々木さん、澤田勝成さん、渋谷さん、藤井霊源さん、松田さん、山中さんの7人の皆さんです。まず、中村さんに意気込みをお願いします。語っていただこうと思います。お願いします。はい、このリモートという形でどれだけ力を発揮できるかまだ分かりませんが、全力で頑張ろうと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。口出さん、お願いします。僕もこのリモートのオンラインのこのリアルタイムでこのトーナメント戦っていうのは初めてなので、すごく緊張してますけど、一生懸命演奏したいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。緊張しているのは演奏者だけではないと思います。審査員もエンジニアも私も緊張してます。みんなで頑張りましょう。よろしくお願いします。それでは曲を決めたいと思います。演奏者お二人でじゃんけんをお願いします。よろしいでしょうか。はい、最初はグー、じゃんけんポン。中村さん、はい、勝者中村さん、曲目はどういたしましょうか。じゃあ、津軽ジョン柄節でお願いいたします。はい、第1試合は津軽ジョン柄節での戦いとなります。中村さんから演奏お願いいたします。
ありがとうございます。それでは口出さんお願いいたします。ありがとうございます。それでは審査員の皆さんにジャッジをしていただきましょう。中村さんが良かったと思われる方、挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは口出さんが良かったと思われる方、挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。集計の方は出ましたでしょうか。7対0で中村拓也さんの勝利です。おめでとうございます。ありがとうございます。口出さん、敗者復活戦にかけてください。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では審査員の、皆さんにちょっとコメントをいただきたいと思います。澤田勝成先生、お願いします。はい、お二人様ともお疲れ様でした。大変素晴らしい演奏でした。
2人の、緊張感が伝わってくるような、感じで聞かせていただきましたが、審査員も緊張しながら、採点させていただきました、またこれからも頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。松田さん、いかがでしょうか。はい、お疲れ様でした。自分も緊張してしながら聞かせていただきました。お二人とも素晴らしい曲弾きだったと思います。どういうフレーズを選んで並べるか、一つ一つの音を丁寧にという点でちょっと分かれたような気がしますけども、今後とも一生懸命頑張ってより良い曲に弾けるように頑張っていただきたいと思います。以上です。ありがとうございます。出ました。ありがとうございます。はい、お二人ありがとうございました。ありがとうございました。それでは第2試合に行きたいと思います。第2試合は滋賀の忠千尋さんと埼玉の横田雅さんです。審査員は阿部さん、小田島さん、神谷さん、工藤さん、高橋竹道さん、羽生さん、森川さんの皆さんです。よろしくお願いいたします。まず、出場者の皆さんに、心意気をお聞かせいただきたいと思います。多田さん、いかがでしょうか。カメラの前で弾くのが初めてなので、すごい緊張するんですけど頑張ります。はい、よろしくお願いします。横田さん。はい、こんにちは。どうでしょうか。はい、ちょっと若い人も多くて緊張するんですけど、アマチュアのアラサー代表で頑張ろうと思います。よろしくお願いします。はい、頑張ってください。それでは、曲を決めたいと思います。じゃんけんをお願いします。いいですか。あ、はい、きますね。じゃんけんポン。ごめん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 なさい。最初はグー、じゃんけんポン。横田さんかな、勝ったの。はい、横田さん、演奏曲はどうしましょうか。じゃあ、よされをお願いします。はい、では第2試合は津軽よされ節です。まず、多田さんの方からお願いしたいと思います。準備よろしいでしょうか。はい、はい、よければどうぞ。
ありがとうございます。横田さん、お願いいたします。ありがとうございます。それでは審査員の皆さんにジャッジをしていただきましょう。まず多田さんが良かったと思われる方、挙手をお願いいたします。
ありがとうございます。お下げください。横田さんが良かったと思われる方、挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。お下げください。3対4で横田さんの勝利です。多田さん頑張って敗者復活戦にかけてください。それでは審査員の皆さんに感想をお聞きしたいと思います。感想、アドバイスなどできるだけ具体的にお願いします。まず、神谷さんお願いいたします。お二人の演奏ありがとうございました。二人ともすごくよくって、よくてっていうか、なんていうのかな、それぞれのこう持ち味が違ってて、じゃあこれに構図つけろって言われて、これちょっときついなと思ってて、で、ね、それぞれの、よく勉強されてる感じっていうのが出てった感じがしますね。で、私が、今の横田さんの方に一票入れさせていただいたのは、なんていうかな、なんか古いね、筑山先生のところもよく勉強されてたりとかね、されてるなと思って、じゃあ、多田さんの方はどうかって言って、そっちの方に何を取ってっていうことなんですけど、なんていうかな、すごくドラマチックな演奏っていうのが、それはそれで素晴らしかったので、なんか新しいっていうか、かっこいい手もいっぱい入ってたし、いいなと思って、ですごく迷ったんです。だから次敗者復活の時にまた頑張ってほしいなと思います、ね、また次の演奏期待してます。ありがとうございました。ありがとうございます。小田島さんお願いします。皆さんお疲れ様でした。今神谷先生からも話あったと思うんですけども、横田さんの方はやはりそうですね、昔を思い出させるというか、なんかこう、よされ節の筑山先生の雰囲気のずっと聞いてられるかなというような感じが、まあ、私もこれ好みの問題だと思うんですけども、もう一人の方、名前何でしたっけ、多田さんですね。多田さん、多田さんの、ね、はい、演奏もすごく若々しくていいのかなと思って本当に迷ったんですけど、僅差で出てですね、私も、横田さんの方に挙げたんですけども、どうしてもよされ節っていうのは絡めとか非常に早くなりがちで、まあ、それが悪いとは言わないんですけども、そういう演奏もあるとは思うんですけども、まあ、ずっと一定のリズムを意識した横田さんの方に私は挙げました。以上です。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ごめんなさい、私ちょっとあれしたんですけど、多田さんの方に挙げられた審査員の方でどなたかお一人コメントいただけますでしょうか。はい、阿部さんお願いします。はい、多分審査員の先生方皆さんかなりこの勝負激戦だったと思って、かなり審査難しかったと思うんですけど、こちらもとてもやっぱ良くて、なんか先人がやってきたよされ節のこの超典型みたいなのがあると思って、まあ、それってすごくオーソドックスなんですけど、先人がやってきたよされ節って。でもやっぱオーソドックスだけど一番すごく大事で、そういうものをちょっと一回体の中に入れて、そのオーソドックスさをもうちょっと考えながらやれば、多分こんなに尺なくてももっと自分たちの魅力って出せると思うんですね。3分ぐらいでもっと魅力が出せるかなと私は思います。でもすごくいい勝負で、むちゃくちゃ迷いました。あと横田さんのなんか後ろの小道具みたいなのが余計津軽三味線のなんかいい感じのあれを出して、以上です。はい、ありがとうございます。それでは、第3試合に行きたいと思います。あ、ごめんなさい、多田さんと横田さんありがとうございます。はい、それでは第3試合に行きたいと思います。
第3試合は愛知の中村幸喜さんと青森の穂積健太さんです。審査員は石井さん、小田島さん、小山さん、小山光さん、小島さん、沢田勝成さん、藤井さん、山中さんの皆さんです。それでは、まずお二人に意気込みを聞きたいと思います。中村幸喜さん、どうでしょうか。はい、今まで何度か津軽三味線大会の方には出場させていただいてるんですけれども、こういった完全生中継の、本当に今起こったことがそのまま出るような大会っていうのは史上初の試みであると思いますし、僕自身もこういう生中継の機会っていうのは初めてなので、何よりも楽しんで演奏させていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。穂積さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。青森からの参加っていうか、東北からの参加が僕だけになってしまって少し悲しいところなんですけど、できるだけ長く残れるように自分も全力でやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、頑張ってください。ではまず曲を決めるためにじゃんけんをしたいと思います。よろしいでしょうか。最初はグー、じゃんけんポン、あいこでしょう。中村さん、幸喜さんですね。はい、幸喜さんの勝ちで、ではいや、小泉さん、ごめん、私見えてなかった。小泉さんか、ごめんごめん、失礼しました。穂積さんの勝ち。穂積さん、曲目をどうぞ。はい、曲目は津軽アイヤ節でお願いします。アイヤ節ときましたか。はい、ではまず幸喜さんの方からね、中村さんの方から演奏をお願いしたいと思います。どうぞ。それでは穂積さん、どうぞ。
ありがとうございます。それでは審査員の皆さんにジャッジをしていただきましょう。中村浩紀さんが良かったと思われる方、挙手をお願いいたします。はい、では手をお下げください。穂積健太さんが良かったと思われる方、挙手をお願いいたします。あ、そっか、7対0で中村浩紀さんの勝利ですね。穂積さん残念でしたが、どうぞ敗者復活戦にかけてください。それでは、審査員の皆様にお聞きしましょう。感想、アドバイスなどできるだけ具体的にお願いします。まず小山光さん、お願いいたします。あ、小山さん、ミュートを外してください。ごめんなさい、ごめんなさい、はい、お疲れ様でした、お二人とも。そうですね、中村さん、まあ、お二人ともこうやりたいこうフレーズとかも伝わってきたんですが、中村さんの場合はもう完全に安定して、一体感があってというか、こう安定、常に安定してて、それで、まあ、穂積さんの場合は、なんていうんですか、やりたい気持ちはよく伝わってくるんです。こうやりたいんだ、ああやりたいんだっていうのがあるんですが、多少、なんていうんですかね、音がちょっと多少ずれるっていうんですかね。ポジションを外したところもあったんですが、それは津軽三味線の中でいう意気込みとかそういうことで考えるととてもいいことだと思うので、これからぜひ頑張っていただければと思います。お二人とも大変良かったです。ありがとうございます、はい、ではもう一方、石井さん、お願いします。はい、二人ともお疲れ様でございました。はい、まず中村さんですね、やはり、まあ、今小山先生がおっしゃったように、ものすごく安定した、演奏、そしてまた曲の構成と音の粒立ちも本当大変良かったんじゃないかなと思います。で、もう一方、穂積さん、やはりちょっと少し音の乱れっていうのがちょっと気になったかな。それと、まあ、曲構成で、もう少しなんかシンプルにしてもう良かったのじゃないかなっていうのもちょっと感じました。はい、まあ、二人とも本当に素晴らしい演奏でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。それでは第4試合ですか。第4試合は北海道の菅野優斗さんと静岡の中村優太さんです。審査員は阿部さん、小山さん、工藤さん、佐々木さん、高橋筑道さん、羽生さん、森川さんの皆さんです。お願いいたします。はい、それでは、まず出場者の意気込みをお聞きしたいと思います。中村浩紀さん、どうぞ。はい、ゆうたでございます。あ、中村ゆうたさん、あ、ごめん、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、間違えた。第3試合だった、失礼いたしました、ごめんなさい。じゃあ菅野さんから、ごめんね。はい、菅野さん、どうぞ。まずはですね、運営の方とあと審査員の先生方のご多忙の中、このような機会いただきましてありがとうございます。今朝は、妻と3人の子供たちからですね、たくさんのエールをもらいましたので、子供たちに、このね、状況の中で夢を見せてあげれたらななんて思ってます。皆さん、どうか一つ応援よろしくお願いいたします。頑張ってください。はい、ゆうたさん、ごめんなさいね、今回中村さん3人いるもんで、ちょっと間違えちゃった、はい、ね、はい、ごめんね。はい、ではどうぞ。はい、皆様よろしくお願いします。トーナメント表が発表された、直後から、もう1回戦から決勝戦の気分でございます。緊張しますけども、頑張って演奏しますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは曲を決めたいと思います。じゃんけんお願いします。よろしいですか。はい、最初はグー、じゃんけんポン。おお、中村さん、どうしますか。何の曲で。三下がりでお願いします。はい、では三下がり、演奏は菅野優斗さんからです。お願いします。you
ありがとうございます。続きまして中村優太さんお願いします。
ありがとうございます。それでは審査員の皆さんにジャッジをしていただきましょう。まず菅野優斗さんが良かったと思われる審査員の方、挙手をお願いいたします。ありがとうございます。手をお下げください。続きまして中村優太さんが良かったと思われる方、挙手をお願いいたします。はい、3対4で中村優太さんの勝利です。おめでとうございます。菅野さん、敗者復活戦にかけてくださいね。はい、それでは審査員の皆さんにお聞きしましょう。森川さん、お願いします。いや、2人の性格を感じるような気がしますけれども、どちらも甲乙つけがたい非常に厳しい審査になるんですけれども、菅野優斗君はやはり奥さんとお子さんたちの、エールに応えようと言わんばかりのもう張り切った三味線、そして何と言いますか、津軽三味線にやっぱり一番必要なそのパワーと言いますか、そんなようなことを感じました。で、ゆうたさんは、安定したと言いますか、この、三味線を唸らせるというふうな、そういう、イメージを感じました。なので、これに点数をつけるなどというのは、すごい難しいことなんでありますけれども、まあ、二人のその、持ったその味と言います、十分、発揮されていたのではないかなと思いますけれども、今日はそのしっとりとというイメージもあります、しっとりとと言いますか、その意気込みをちょっと交わしていただいたということで、菅野君に入れさせていただきましたけれども、まあお二人はさらに活躍されるようにさらに頑張っていただきたいと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。それでは工藤さん、お願いします。お疲れ様でした。自分は中村くんに入れたんですけれども、中村くんの方が、まあ、菅野くんはね、前はもう分かってるんですけども、中村くんの方がこの三下がりという曲はやっぱり哀れみというかね、やっぱそういうものがなければ三下がりじゃないと自分は思います。それが伝わってまいりました。とても良かったと、思います。でもこれからも頑張ってください。ありがとうございます。それでは、これで以上で1回戦が終了ですね。澤田さんと、小島さんが欠場ですので、東京の田口修吾さんと静岡の大塚晴也さんは、不戦勝で2回戦進出となります。見事に全対戦曲が分かれましたね。ちょっとみんなもしかしたら固まるんじゃないかなって言って皆さんで想像してたんですが、さすが各大会嵐の皆さんが出てるだけあって面白くなってきました。それでは続いて、敗者復活戦なんですが、その前に世界中に7000人の会員がいるバチドーさんによるリモートイベントを紹介します。ポスターが届いてるんですが、出ますかしら？こちらの大会は、動画を提出して、それを見て審査した後、入賞者の動画が公開されるという形式の大会で、今年から始まるそうです。9月に募集を開始、審査発表は10月に行うそうです。コロナの状況下でも国内だけでなく、世界中の津軽三味線奏者が交流をしたいということなんでしょうね。こちらも楽しみになってきました。それでは、この大会のことにご存知の方、審査員の方で、いらっしゃいましたかね。藤井さん、よろしければ何か。はい。そうですね、私ですね、バチ堂の、まあ、運営とかやっておりますけれども、
ね、まあ、ちょっとね、まだ決まってないこともね、たくさんあるんですけど、まあ、なんとかしてね、海外の方に、バチドメンバー以外の方も、参加できるようにしようかなと思ってたり思ってなかったり、いろいろ、まあ、審議中なんですけれども、たくさん海外の方も、プレイヤーいますので、触れてご参加、まあ、応募受け付けておりますというのとですね、まあ、バチド最近各年で日本でワークショップやってるんですけれども、うん、なかなか日本の方も参加されないので、日本のプレイヤーも今日出場されている皆さんもぜひワークショップとかに参加して海外の方ともね、こう三味線交流していただければなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。国際色豊かな大会になりそうですね。そうですね。はい、ありがとうございます。それでは敗者復活戦を始めたいと思います。出場者は、口出友太郎さん、はい、多田千尋さん、はい、穂積健太さん、菅野優斗さんの4名ですね。審査は審査員全員で行います。17人全員で行います。お、大丈夫かな、なんか羽織ってる人がいますね。大丈夫かな。はい、じゃあまず出場者に意気込みを聞いていきたいと思います。口出さんどうぞ。はい、はい、まあ1回戦で負けて悔しかったんですけど、この鰺ヶ沢神宮で綺麗な、音を出して頑張りたいと思います。お願いします。はい、多田さんどうぞ。まだちょっと緊張してるんですけど、次はもっといい演奏をしたいと思います。よろしくお願いします。はい、穂積さんどうぞ。あれ、穂積さん、あ、すいません、聞こえてますか。はい、はい、聞こえました。はい、ヒーローは遅れてやってくると、世間では言われてるので僕もヒーローにこれからなりたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。菅野さん、終わったばっかりですが、はい、どうぞ。次に進めるように頑張ります。はい、頑張ってください。はい、楽しみにしてます。じゃあ4人の皆さん、課題曲は鰺ヶ沢神宮です。2番まで演奏していただきます。よろしくお願いします。では第一の口出友太郎さんからどうぞ。ありがとうございます。続きまして、多田千尋さんどうぞ。
はい、ありがとうございます。続きまして穂積さんどうぞ。ありがとうございます。菅野さんお待たせしました、どうぞ。ありがとうございました。これで4人の方の演奏が終わりました。それでは、審査員の皆さんにジャッジしていただきましょうか。まず、口手友太郎さんが良かったと思われる方、挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。手をお下げください。5人ね。続きまして、多田千尋さんが良かったと思われる方、挙手をお願いいたします。ん？ゼロですか？はい。では、
小住健太さんが良かったと思われる方、どうぞ挙手お願いします。はい、では菅野優斗さんが良かったと思われる方、どうぞ。お、大丈夫でしょうか。はい、では口出さんが5票、菅野さんが12票ということで、口出智太郎さんと菅野優斗さんが敗者復活戦で勝ち上がられて2回戦で対戦していただくことになりました。それでは早速ですが2回戦を始めたいと思います。2回戦の第一試合は中村拓也さんと横田正さんなので、中村さん、拓也さん、ごめんなさい、はい、お願いします。もうすみません。はい、はい、戦わせていただけるということですので、うん、全力で頑張ろうと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。横田さん、どうぞ。はい、今、上り竜の中村さんと戦わせていただくのに、もうそれだけで勝っても負けても後悔のない戦いになるかなと、頑張らせていただこうと思います。なんか音声がちょっとちっちゃかったね、大丈夫。はい、はい、それでは、曲を決めたいと思います。中村さんと横田さんのじゃんけんです。まずいいですか。最初はグー、じゃんけんポン。ん、中村さんチョキ。はい、中村さんどうぞ選曲お願いします。では次のおはら節でお願いします。おはら、新しい曲ですね。はい、では中村さんからの演奏でよろしいですか。すいません、審査員これ全員でですよ。あ、ごめんなさい、審査員を申し上げるのを忘れてました。2回戦の第1試合は、安倍さん、伊藤さん、佐々木さん、沢田勝成さん、渋谷さん、高橋筑道さん、松田さんの皆さんです。すみません、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは横田さんお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは審査員の皆さんにジャッジをしていただきましょう。中村拓也さんが良かったと思われる方、挙手をお願いいたします。はい、お下げください。横田真さんが良かったと思われる方、挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。6対1で中村拓也さんの勝利ですね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。それでは審査員の皆さんに、感想アドバイスをお聞きしたいと思いますが、具体的にお願いします。まず高橋筑道さん、お願いします。はい、どちらともそれぞれ味のある演奏で聞かせていただきました。横田さんの方がちょっとアクシデントがあってですね、その分ちょっと精神的に響いて音程がちょっと甘くなったりとかっていう部分があったと思うんですけれども、舞台というものは何があるかわからない場ですので、いい経験を今日はなさったと思います。横田さんでないとまた出せない味もありますので、悲観することなく一生懸命演奏していてっていただければと思います。中村くんはもう相変わらずの安定の演奏を聞かせていただきました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。それではもう一方、佐々木さん、お願いいたします。はい、お疲れ様でした。1回戦からの演奏も二方が良かったところではありますね。今筑道先生もお話しされてたようで、やっぱりちょっとやっぱり横田さんの方が分が悪くなっちゃったかなというところはありましたけれども、また歌付けもこれからも頑張っていただければいいなと思ってます。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。それでは、第2試合、2回戦の第2試合です。津軽ジョンから節をお願いします。はい、じゃあジョンからで、じゃあ、こうきさんから演奏をお願いしようかな。はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは中村優太さんお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。すみません、この対決の審査員の方を、ご紹介していませんでした。石井さん、小田島さん、小山さん、小山貢さん、工藤さん、羽生さん、森川さん、山中さん、以上の皆さんでした。それでは、審査員の方から、あ、じゃないや、まず対決だね、失礼しました。よろしいでしょうか。中村幸喜さん、幸喜さんの方が良かったと思われる審査員の方、挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。下ろしていただけますか。それでは中村優太さんが良かったと思われる方、挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは5対2で中村幸喜さん、幸喜さんの方が準決勝へ進出ということですね。あ、違う、そうですね。はい、ありがとうございます。審査員の方、山中さん、アドバイスお願いします。あ、お二方お疲れ様でした。素晴らしい演奏ありがとうございます。中村幸喜さん、実は1回戦でアイヤ引かれた時にちょっと
音がずれててもちょっと糸巻き触らずに始めたのが気になってたんですけど、今回ジョンからではちゃんと押さえてて、そういうことを修正しながら来たのかなと思って、あ、それはあの一歩一歩なんかそう、ね、この緊張される中で、まあ、改善されて素晴らしいなと思って、まあ、演奏は洗練されててすごい聞きやすいし綺麗だし、あのとても良かったです。で、まあ、私はまあちょっとゆうたさんに入れたんですけど、まあ、ゆうたさんはまあ、あの一の糸のゆすりとかがなんか大きくて、こう三味線をうなって聞かせるようなそんなフレーズ、あとまた小さい泣かせるあのシーンがとても多くて、なんかほろりとくるような、あ、演奏だったので、ちょっと私は、ゆうたさんに入れさせていただきましたが、もう甲をつけがたい、とても悩みました。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。羽生さん、お願いします。はい、お二方お疲れ様でした。私も本当にもうコーツつけがたくって、もう本当にね、どうしたらどうしようどうしようと思ったんですけれど、あの私はあのコウキ君の方に入れさせていただいたんですけれど、本当にあのお互いのやっぱりね、性格も出ますし、あのゆうた君の方はなんかね、とっても穏やかな感じの、ま、中にも三味線を愛する気持ちがすごく込められていてよかったと思います。惜しかったのが、あのあとよく出てくるツンレンツンツンとかね、ああいう単純なああいうところにもっと間合いが入ると本当にもっとよく聞こえるようになると思います。あのコウキ君はもういつも通り安定してて、しかも小田さんの声が聞こえないっていう中で、いろんなハプニングの中でもいつも通りの安定した演奏ができてよかったと思います。あのかましのところがちょっとくるって早くなるところとか、もうちょっとそこの中も均等に間合いを入れるとかっていうことをしたら、もっともっと演奏が大きく聞こえるようになると思います。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。それでは2回戦第3試合、田口修吾さんと大塚ハレルヤさんの対決になります。審査員は阿部さん、伊藤さん、神谷さん、小島さん、佐々木さん、藤井さん、松田さんの皆さんです。よろしくお願いいたします。田口さん、意気込みをどうぞ。最年長なんでそれなりに頑張ります。よろしくお願いしますはい、頑張ってください。それでは大塚さん、どうぞ。はい、まずは、関係者の方と、審査員の方々、このような、三味線を聞く、弾かせていただく機会を設けてくださって誠にありがとうございます。あまりこの時期であの演奏する機会も、少なくなってきたんですが、こうやってその他の方に聞かせる機会を本当に作っていただいて、僕も、嬉しい限りですので、三味線の良さを伝えられるように、弾かせていただきます。お願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは曲を決めたいと思います。じゃんけんお願いします。よろしいですか。最初はグー、じゃんけんポン。あ、いや、あ、いや、二人ともごめんなさい。じゃあもう一度ね。最初はグー、じゃんけんポン。あれは、あいこでしょう。もう一度最初はグーから。もう一回いきます。最初はグー、じゃんけんポン。はい。ハレルヤさん、大塚さんが勝ったのかな。はい、どうぞ。何を演奏されますか。津軽よされ節でお願いします。はい、よされ節で、第3試合ですね。田口修吾さんからどうぞ。Thank you.
ありがとうございます。続きまして、大塚ハレルヤさん、どうぞ。お願いします。ありがとうございます。それでは早速審査員の皆さんにジャッジをしていただきたいと思います。まず田口修吾さんが良かったと思われる方、挙手をお願いいたします。大塚ハレルヤさんが良かったと思われる方、挙手をお願いいたします。0対7で大塚さんの、勝利ですね。ありがとうございます。それでは、審査員の伊藤さん、コメントお願いいたします。はい、
伊藤です。お疲れ様でした。今は大塚さんの勝ちだったんですが、やっぱりその曲調がはっきりしてましてですね、間合いも安定して、音程もちゃんとしてました。田口さんちょっと終盤残念だったんですが、とても円熟した演奏で良かったと思います。まずは大塚さん、勝ちということでおめでとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。小島さんお願いいたします。はい、お二方ともどうもお疲れ様でした。非常に画面の前での演奏ということで、その中でもですね、お互い、自分をこう尽くされたかと思います。タクシさんの方も非常に、落ち着いた演奏でですね、あとこう左の音の伸びがですね、もう少しこう出てくれば非常に、また違った味のある演奏になるかと思います。またもう一方、の方がですね、もう演奏技術はもう申し分なくですね、その中でも、さらにこのノリのね、グルーヴ感が非常に、加味されててですね、個人的には非常に、好きなノリの演奏でございましたのでね、一票入れさせていただきました。はい、以上です。どうもお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。それでは2回戦の最終試合ですね、第4試合になります。敗者復活戦で勝ち上がってこられました口出さんと、菅野優斗さんの戦いですね。はい、審査員は第4試合ですね、石井さん、小山さん、工藤さん、沢田勝成さん、高橋筑道さん、藤井さん、森川さんの皆さんです。よろしくお願いいたします。まず、口出さん、どうぞ。はい。まさか、菅野さんと戦う、思ってなかったんで、胸を借りる気持ちで頑張りたいです。お願いします。はい、ね。頑張ってください。菅野さん。はい、僕もまさか口出くんと当たるとは夢にも思ってなかったので、まあ子供3人いるおじさんですけど、おじさんなりに頑張りたいと思います。若手の力を借りて、まずはね、皆さんに元気をお届けできる演奏を精一杯頑張ります。よろしくお願いします。はい、力強いコメントありがとうございます。それではまず曲を決めましょう。じゃんけんお願いします。よろしいでしょうか。はい、最初はグー、じゃんけんポン、あいこでしょ。おー、菅野さんどうぞ。じゃあ津軽おはら節でよろしくお願いします。はい、第4試合目は津軽おはら節です。まず口出さんからの演奏です。お願いいたします。Thank you.
はい、ありがとうございます。それでは菅野さんどうぞ。それでは審査員の皆さんにジャッジをしていただきたいと思います。まず、口出さんが良かったと思われる方、挙手をお願いいたします。菅野優斗さんが良かったと思われる方、挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。口出さん残念でしたが、また頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、それでは審査員の方にコメントをいただきたいと思いますが、藤井さんお願いします。はい、お二人ともお疲れ様でした。まず口出友太郎くんなんですけど、
うん、末恐ろしい10代でそんなおはら節弾いてたら将来どうなっちゃうのかなと、こちらのおじさんも心配ですあのね、まあ、勝負を分けたところっていうのは、まあ、その楽器を僕はちょっと楽器をいかに正確にコントロールするかっていうあの観点から審査してたんですけど、脳で音を出そうと思ってから体を動かす、それから実際に発音されるって、このタイミングのラグが菅野くんは全くなかったのに対して、友太郎くんはちょっとまあ楽器に振り回されたのかなっていう部分がちょっと、あったのかな。まあこの辺ちょっと体がまた大きくなってきたり楽器が変わったりすると解消されるのかもしれないなって思った部分と、あとは、人差し指ではずっと3の糸綺麗に指がかかってたんだけれども、中指とか薬指で押さえてる時にやっぱり止まりがちだったので、どの指で押さえてるかによって音質がちょっとばらつきが出ちゃったのがすごく残念かなっていうところなので、どの指で押さえても音質が変わらないように押さえられると、すごく良かったかなと思います。ありがとうございます、はい、非常に恐ろしいです。で、菅野雄斗君はですね、まあもう本当に楽器を正確に扱うということに関してはもうピカイチで、それはもうよく分かってます。でも、菅野雄斗君も、2回ぐらいちょっと19のツボのところで中指が一瞬止まったところが、ちょっとうねりが一瞬消えたところが気になって、まあ、これはあの、まあ、意図してないところなのかなと思うんだけど、あとは、うん、あのお二人とも、最初2拍子から入って、まあ、3拍子のところに行くときにちょっと急にリズムチェンジが変わったので、もうちょっとこうさりげなくだんだん滑らかにいくと、うん、個人的にはすごいかっちょええおはら節になるのかなと思ったりしました。はい、以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではもう一方、小山さんお願いします。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。またミュートしてました。お疲れ様でした。今聞いてたら、口でくんですかね、口でさんは。で、いいんですかね。あ、聞こえてますか。はい。多分もう、簡単に言うと、なんていうんですかね、キャリアというか、経験っていうか、今、さっき、藤井霊源さんがお話ししたような、まさにそんなことで、やっぱり、簡単に言うと、まあ、キャリアっていうんでしょうかね。やっぱり場数を踏んでるとか、そういうとこがもう感覚的に出たとか、そういうのもあるんで、お二人ともとっても上手なんですが、やっぱりそういうところでちょっと差が出たのかなっていうのはあります。とっても素晴らしい演奏でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。これで、準決勝の進んだ方が出揃ったわけですね。いよいよ準決勝ですね。準決勝の前に、もう一つ今年から始まる大会のご説明、ご紹介をしたいと思います。津軽三味線ラテンアメリカ大会です。今年から始まるというこの大会は、ブラジル在住の民謡や三味線愛好家の皆さんが立ち上げたもので、パラグアイやアルゼンチンなど南米の人たちが参加しているそうです。こちらも動画を提出して、それで審査をする形式で、個人の部では初心者の部、モダン曲の部、一般の部に分かれ57人の人が、団体の部は5組のビデオ審査を今、まさに今実施している最中とのことです。その熱気がとってもすごいそうです。ぜひ動画を公開してほしいなと思います。歌のレベルもなかなかのものだそうですよ。日本の民謡も国際的になってきて嬉しいですね。この大会についてご存知だという阿部さん、ちょっとご紹介いただけますか。僕も審査をさせていただいているんですけども、ブラジルの民謡愛好家の方々が、特に若者ですね、20代から、まあ、30代の若者で結成されているグループがありまして、そのみんなが、南米出身ですね、日系の何世、もう3世、4世ぐらいの方もいますけれども。あ、切れた。ごめんなさい、します。2世、3世の方もいらっしゃるけれど、はい、もう本当にブラジル出身、あとはパラグアイ出身とかっていう方もいらっしゃいまして、
まあ、今回は三味線の大会なんですけれども、あの向こうでは江差追分け大会とか本庄追分け大会とか、もう やってまして、本当に日本人顔負けの、まあ、勝弘さんなんかよく知ってらっしゃると思いますけど、向こうには日本民謡協会の支部や郷土民謡協会の支部もあったりとかして、ものすごく熱心にやってますんで、ぜひですね、僕もなんとか動画でどんな選手が出てるのかっていうのを、ぜひ上げられたら、上げてほしいっていうことをちょっと、ね、願って言ってみようかなと思います。南米でも盛り上がってます。すごいですね、はい、地球の裏側で。本当そうです。はい、ありがとうございます、はい、ではこちらも負けていられませんので準決勝に行きたいと思います。第一試合は中村拓也さんと中村幸喜さん。おお、また中村と対決ですね。審査員は、ここからは審査員全員での審査になります。で、合ってますよね。合ってますね。はい。まず、中村拓也さん。拓也さん。お願いいたします。はい。お気持ちは？意気込みを一言どうぞ。はい、緊張してます。緊張してます？はい。この緊張がちょっと演奏に響かないように頑張ろうと思います。はい。頑張ってください。お願いいたします。はい。幸喜さん。幸喜さん、中村幸喜さん、ん？聞こえてるかな？あれ、中村さん、大丈夫ですか？あれ、中村幸喜さん、出会ってますよね。あれ、中村さん、あれ、どうしよう。もしもーし。私はどうしましょうかね。退出してないですよね。はい。あ、来た来た来た。失礼いたします。大丈夫？中村拓也君との、対決ということで、初めての対決になるんですが、精一杯頑張っていきたいと思います。決勝目指して頑張ります。はい、よろしくお願いします。では早速曲を決めたいので、じゃんけんをお願いします。いいですか？大丈夫かな？うん。あ、うん。あ、そっかそっか。ごめんなさい。すいません。幸喜くんが私の言葉が聞こえないっていうことでした。失礼しました。で、裏でじゃんけんをもうすでにやってくださったということで、幸喜くんの選曲で、なんだ？幸喜くん何演奏してくれるのかな？幸喜くん、あ、ごめんごめん、そうかそうか、チャットすればいいのかな？幸喜さん、曲をどうぞ。津軽のよされ節を弾かせていただきます。はい、よされ節で行くそうです。ではまず、拓也さんの方から行きましょうか。お願いします。
ありがとうございます。はい、皆さん大変お待たせしました。まだちょっと復旧に時間が5分ぐらいかかるということですので、急遽ですが、第2試合の大塚ハレルヤさんと菅野優斗さんの戦いを先にやらせていただきたいと思います。大塚さんと菅野さん大丈夫でしょうか？はい、大丈夫です。よろしくお願いします。それで、審査は、審査員全員です。ということで、まず急ですが大塚さん、一言どうぞ。あれ、大塚さん。あれ、今まで順調だったのに、皆さんなんだか。大塚さん、出力の方が止まってるみたい。あ、入力か。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、聞こえたかな。はい、喋ってみて。はい、聞こえました、聞こえました、OK です。あ、よかったです、すいません。はい、どうぞ。ありがとうございます。一言どうぞ。はい、緊張が増しておりますが落ち着いて楽しんで聞かせていただきます。はい、お願いいたします。お願いします。菅野さん、来ましたね、ついに。はい、お父さん。どうですか？敗者復活で無事に勝ち上って、この場に入れることをまずは本当に、嬉しく思います。残りわずかですけども、頑張って、優勝目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは曲を決めたいと思いますので、じゃんけんをお願いします。いいですか？最初はグー、じゃんけんポン、あいこでしょう、じゃない？あ、はい、もう一回、ごめんなさい、もう一回いきましょう。はい、最初はグー、じゃんけんポン。はい、ハレルヤさん、大塚さん、何を選曲いたしますか？津軽三下がりでお願いします。三下がり、はい。それでは大塚さんからの演奏になりますね。よろしくお願いします。お願いいたします。はい。
はい、ありがとうございます。続きまして菅野優斗さんです。ありがとうございます。それでは審査員の皆さんにジャッジをしていただきましょう。大塚ハレルヤさんが良かったと思われる方、挙手をどうぞ。はい、大塚ハレルヤさんの方が良かったと思われる方、人数が多いんでね、大丈夫ですか？よろしくお願いします。はい、手をお下げください。菅野優斗さんが良かったと思われる方、挙手をどうぞ。はい、ありがとうございます。2対15と大差ついてしまいましたね。菅野さんが、決勝に進出ということになりました。ありがとうございます。大塚ハレルヤさん残念でしたが、また頑張ってください。審査ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。それでは、コウキさん、中村コウキさんの方
どうでしょうか。復活しましたか、回線は。あ、そうでした、そうでした。もうボケボケの田です。すいません、審査員の皆さんに。それでは、好評でしたね。すみませんね。では、どなたにお願いしようかな。澤田さん、お願いします。はい、お疲れ様でした。もう、二人とも、とても素晴らしい演奏でした。僕は、菅野さんの方に入れさせていただいたんですけれども、二人とも、もう構成とかも素晴らしい、個性が非常に出てて、良かったと思いますが、僕自身、三下がりという曲はもう小さい頃から好きな曲で、三下がりというと、すり音がすごくね、特徴的な曲の一つなんですけれども、菅野さんのすり音は、キレもあって粘りもあるというすり音で、とても、僕自身は好きでした。大塚さんもとてもね良かったんですけれども、もうこの辺になると、もう技術的なことは2人とももう素晴らしい、三味線を弾いてらっしゃったんで、もう本当好き嫌いのっていう世界で大変審査するのが難しかったです。また違った意味で、大塚さんももう少しこう力が抜けるような、ある時はもうちょっと力を入れて、ある時はもうちょっとこうゆったりと、つなげられるともっと良くなるんじゃないかなというふうに思って聞かさせていただきました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。そしたら、あれですね、大塚さんの方に手を挙げられた、山中さんでしたっけ。あれ、ごめん、誰だ。私、菅野さんの方に入れました。すいません、失礼しました。すいません。うん、小山先生、小山さん、はい、小山さんお願いします。はい、お疲れ様でした。まあもうこのぐらいのお互い議論になってくると、もう好みってわけでもないんですが、その時 の状況とかによって、プレイヤーもそうですし、聞く審査員の感覚っていうのもあって、今回私は大塚さんの方にちょっと、まあ菅野さんはもう抜群にうまいっていうのもあるんですが、なんとなくこの下壺のこう泣きがちょっと大塚さんの方があったかなっていう感覚で入れさせていただきました。本当どっちがどっちっていうことではないんで、非常に難しかったです。お疲れ様でした。ありがとうございます。もう本当にここまで来ますとちょっとした差なんでしょうね。審査員の皆さん、ご苦労様です。よろしくお願いします。それではどうですか、講義さんの方。まだ、はい、もう少しのようですね。いよいよですね。なんか、少しお待ちいただけますでしょうか。そしたら、はい、大丈夫です。はい、半ぐらいまで大丈夫です。はい、せっかくですので、ちょっと他の皆さんに聞いてみますかね。神谷さん、どうでしょうか。神谷さん。はい。はい。はいはい。どうでした、今の。今の、うん、対戦ですか。そうです。ああね。本当に、今の、なんだろうな、さっきの、菅野さんの演奏ですけどね、お入れさせていただきましたけど、さっきも彼の三下がりは聞かせていただいて、うん、で、あ、また、
またね、あの、カノさん、また三下がり引かなきゃいけないんだ、ふーんみたいな感じだったんですけども、うん、あのさっきとあの違うこと引いてるじゃないですか、なんか、うんうん、引いてるわけじゃない感じがあって、あの、うん、なんかその余裕な感じっていうかね、なんかですね、の、まあ、ね、決めてこう、ね、あのこういう曲を弾こうって、もうなんか最初からこう決めてかかってるわけではなく、なんかその時の、ね、ご気分で弾いてるの感じもあったりとかして、なんかそういう余裕さ加減みたいなものをね、すごく感じる。で、まあ、あの、ね、あの、大塚さんの演奏もね、あの、すごく、こう、一個一個の音、まあ、自分なりのこう、こだわりがあって、ここにこう、なんかこんな感じの音出したいっていう、そういう思い入れのがすごく、あの、感じたんですけど、なんかちょっとこう、フレーズの、あの、つなぎ目つなぎ目が、って、なんか次に行くのに、こう、繰り返して、どうしようかな、みたいな、なんかこう、ちょっと迷いみたいなものをちょっと感じちゃったっていうのがあって、それで、演奏自体がもう先ほど先生方皆さん言われるように、あの、ね、まあ、好みっていうことでもないし、あの、ね、ちょっとしたそのキャリアの問題だったりとか、その余裕さ加減みたいなものだったりとか、そういうのがその表に反映されちゃうのかななんて思って、あの、聞かせていただきました。こんな感じでよろしいですかね。あともう一つですかね。はい、あのさっきじゃんけんとかで最初はグーって言うじゃないですか。うん。最初グーってグーじゃないですか。ね、これってこうなりませんよね。ダメ？何それ？あのグーってこの。え、こう？最初はグー、じゃんけん、こう。ダメ？あ、やってみます？あの、すみません、余計なこと言いまして。いえ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 。あの、ごめんなさい。あとね、渋谷さん、ね、渋谷さん、私ごめんなさい、お話を聞いたつもりにしてたんですけど、まだ聞いてなかったみたい。どうも、こんばんは。おばんです。おばんです。おばんですかね。どうもです。もうおばんですね。ようやく回ってきました。ごめんね。いえ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 。いや、実を言うと、実を言うと、あそこ、津軽人区、あ、違う違う違う、はい、あれ、アジガサジンクのところでコメントもらおうと思ってて、はいはい、私忘れてたのよ。いや、歌ってたんですよ。歌ってた。歌って、俺全部歌ってた。どうです、アジガサジンク。どうでした？いや、弾き方みんな違うしね、やっぱりその、うん、歌ってでもね、やっぱりこう間があるね、いろいろ違う人もいるけどもね、やっぱりこう、なんつうんでしょう、みんな4人弾くとよ、みんな違うから、あ、じゃっていいね。うん、だんだ、うん、そうだね。だんだ。だんだ。もうごめんね。いや、そう、それ、うん、そうそう。やっぱり津軽、アジガサジンクって難しいよね。こう、弾くの、こういうところで。うん、難しいね。でも、アジガサジンクでああいうね、まあ、その大会の曲っていうのもなかなかないから、うん、まあね、どうやってみんな弾くのかなと思ったけどね。そうだよね。まあ、うん、これ見てらっしゃる人が、なんでアジガサジンクなんだと思ってらっしゃる方も多いかと思うんですけど、この大会をやろうと言って、言い出しっぺのこの配信の、エンジニアの、してる人が鰺ヶ沢出身なんですよね。そう、井上さんね、うん、そうそう、それでそれをやろうっていうことになったんですけどね。はい、はい、はい、そうですね。鰺ヶ沢ジンクもね、だからもう大会やってなくてね、うん、ようやく復活してあったんだけど、まあ、コロナの影響で私やってるんだけど、なかなかやっぱりまだできない状態。あ、そうなんだね、うん、ね、もうちょっとの辛抱でまたね、やっていただければいいと思いますが。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あと、筑堂さん、鰺ヶ沢ジンクについてどうでしたか？はい、皆さんやっぱり五大民謡を弾くときとまた違う、うん、この、ね、うん、タッチでちゃんと違う弾き方をされててね、うん、今渋谷さんがおっしゃったように、みんなまたそれぞれの味わいがあって、うん、鰺ヶ沢ジンク弾いてどうすんだろうって最初思ってたんですけども、そう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 。ね、みんなで言ってたよね。大会で。大会になるんかって言ってたもんね。でも楽しいですね、こういうのはね。よかったですよね、いろいろあって。ね、私も最初どうすんねんと思ってたんだけど。もう他にでも三下がり同士の対決とかね、やっぱり大会でこの試みでね。本当、いや、なんかね、ね、最初はみんなジョンガラに集中するんじゃないのとかいう予測もあったんだけどね、
これだけいろんな曲をまんべんにみんなが出してくださったって嬉しいですよね。ね、もうだから第2回大会もアジガサージンクだけにするとかね。いろいろとアジガサージンク部門とか言ってね。楽しませてもらってます。いや、よかったです。本当にありがとうございます。この審査員の中で一番若いのって誰だろう。藤井さん？それとも安倍さん？安倍さん？安倍金ちゃん？レイゲン君じゃないですか。あ、僕ですね。松田さんが一番若い。見えますけど。金ちゃん貫禄あるしな。レイゲンさん。はい。どうでした？一番若い。どの戦いについてでしょう。全体についてで。全体？全体。あ、でもそのアジガサージンクどうでした？そうですね。僕はね、聞こえますでしょうか。お、復帰しましたよ。こうきくんか。バッチリレイゲン君のコメントと被って。オッケー。あ、もう若い人に譲ります。一番若い人が来たんで。あれ、こうきくん。こうきくん復活した？おーい。あら、ちょっとまだみたいだね。レイゲンさんどうぞ。そうですね、結構やっぱりこういういろんな日本一とかね取ってるレベルの人たちが味ヶ沢ジンク弾くと、うん、やっぱり普通の歌付けの手じゃなくていろんなことねやりたくなるのかなと思ってたんですよね。こう早くなっちゃったりとか、うん、そう言って言ってたんだよね。そうそうそう、変に難しい手入れたりとか、うん、意外とまあ思ってたほどそういうのはなく、それぞれ4名いろいろ面白い手やってたりして、うん、最初の口で友太郎くんなんかは10と9でこう弾いてタラッタタッみたいなことをやってたりとか、うんうんうん、2人目の多田くんは5連符で430タラタラとってこう、うん、詰め込んでやってる手なんかをもう次回使ってやろうかなと思ってますね。そう、まあ、いろんなこう出場者からもねすごく勉強させてもらうので非常に面白いです。見てて工夫があって面白かったですよね。はい、いや、ほんとほんと楽しませてもらいましたよ。ね、いろんなバラエティに富んだ大会に曲を楽しませていただける大会になったなと思って。こう言ってんの、羽生さん。どうでした？はい、味がさジンクについてですか？うん、全体？味がさ。どっちでもいいですよ。味がさ。まだね、全体が終わってないからあれかなと思いながら。味がさどう？まあ、そうですね。うん。味がさ、あ、でも私その前にさっき、一つ言いたかったのに忘れてしまったことがあったのが、本当にどっちがいいですかっていう時に、うん、例えばもう0対7とかになってしまうことがありますけど、それは0の人が0点っていう意味ではないのよっていう、その、なんかね、そこはね、それ、そう、そうじゃないんだよっていうことはすごく、お伝えしたかったんだけども。うん。そうですね。はい。そう。それで、味がさじくは、意外と五大民謡の歌付けとか勉強してる方いらっしゃると思うけど、そうじゃない歌の歌付けの勉強ってもしかしたらなかなかできない方としている方と分かれるのかなっていうのは聞いていてなんとなく思いましたね。うん、まあ、あとそういう部分でもすごくなんか、あ、うん、意外に面白かったですね。意外にってやっぱりみんな思ってたんだっていうのも今他の先生の意見も聞いてて結構面白いなと思いましたけど。そうですよね。うん、うん、今回、そうそう、審査基準を決めないでおこうということでね、審査員でのミーティングをしたときにそうなって、うんうん、もう分かりやすく、今回の勝負に対してどっちが良かったか、どっちが好きか嫌いかっていう、もうただそれだけにしようということで、うん、皆さんにね、ジャッジしてもらうことになったんですけど、拓也さん、意気込みをどうぞ、一言。こういう形でしたが、うん、決勝まで残れたっていうことなので、全力で頑張ろうと思います。よろしくお願いいたします。はい、こうきくんの分も頑張ってください。はい、頑張ります。はい、敗者復活戦で勝ち上がってきた菅野さん、はい、一言どうぞ。はい、敗者復活戦を設けていただき本当にありがとうございました。今はもうその一心でいっぱいです。そしてこうきもすごく残念ですけども、また、うん、素晴らしい三味線を今日もたくさん聞かせていただいて、こうきもありがとうございました。また今日はこのリモートの大会、まあ、最後になりますけども精一杯全力で、演奏したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ曲決めのじゃんけんいきましょうか。じゃんけん大丈夫ですか？準備のほどはいいですか？最初はグー、じゃんけんポン、あいこでしょ。はい、かのさんどうぞ。
津軽よされ節でお願いいたします。はい、よされできましたか。はい、では拓也さんの方から演奏していただきます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして菅野優斗さんです。
ありがとうございます。さあこれで午後3時からやってまいりました津軽三味線全国大会フロームホーム第1回目の決勝戦が今終わりました。第1回目の優勝者が決まることになるんですが、では審査員に聞いてみましょうか。よろしいでしょうか、審査員の皆さん。それでは中村拓也さんが良かったと思われる方、挙手をお願いいたします。菅野優斗さんが良かったと思われる方、挙手をお願いいたします。おお、拓也さん残念でしたね。0対17で菅野優斗さん、第1回津軽三味線フローム大会、あ、フロームホーム優勝者は菅野優斗さんです。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。敗者復活戦からのこの偉業ですが、一言感想、はい、いかがでしょうか。はい、ありがとうございました。対戦していただいた皆様、本当にありがとうございます。感想といいますか、自分なりの反省なども多々あるんですけども、あんまり皆さんおそらく好き嫌い、得意不得意不得意っていうのが曲によってあると思うんですけど、僕は三下がりが五大名の中ではまだまだ勉強しなきゃいけないなというところでございまして、1回目の時にですね、工藤武先生に、好評でいただいた、三下がりらしく、悲しいような、そんな雰囲気を、出すのが三下がりだと私は思ってますというコメントに対して、ちょっと僕も、いろいろ反省する点がございまして、ちょっとまだまだこの三下がりについてはもっともっと勉強していきたいなって本当に心から思いました。それでもですね、多くの皆様に応援いただきまして、無事に優勝することができて本当に今ほっとしております。皆様本当に大変ありがとうございました。感謝申し上げます。ありがとうございます。今後の予定とか抱負夢などがございましたらお聞かせください。はい、今後の予定はですね、一応僕はおじいちゃんが、祖父の菅野鉱山ということで、そして父が、2代目なんですけども、私今4歳の女の子と3歳の男の子と、0歳の男の子がいるんですけど、でうちの家元が今、初代がですね78になったのかな、78歳なので、まだ現役で舞台も一緒にやってますので、うちの子供たちが、親子4代でただやってるっていうだけじゃなくて、現役でステージ活動を、うちのおじいちゃん祖父にさせてあげたいなというのが今の、一番の夢でございます。あー、すごい夢ですね、はい、実現できればいいですね。はい、拝見したいと思ってます。ありがとうございます。では、先ほどもね話が出ましたが、0対いくらになったとしても、はい、これは、本当に微妙な差だったと思うんですが、その中でこちらに菅野さんに入れた、こういう気持ちで入れたとか、その辺のところをちょっと審査員の方にお話を、また、拓也さんにアドバイスをいただければと思います。小田島さん、お願いします。あ、お二人お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、やっぱり今の対戦はちょっと経験の差が出たかなと思います。拓也も全然悪いわけではないんですが、拓也って言ってごめんなさい、拓也くんですね。ごめんなさい、私の弟子なので、そうでしたか、失礼いたしました。ごめんなさい、はい、そうとは知らず、そうですね、やっぱりこう経験の差だと思います。聞いててですね、特に今の菅野くんの演奏はもうツボももちろん正確だったし、一つ一つの音がもう気合が入っててですね、吸い込まれるような演奏で、思わず拍手したくなるような感じだったので、もうこれはですね、もう気持ちも全て、もう拓也が及ばないところだなと思いました。本当におめでとうございました。ありがとうございます。拓也はもう少し今日の演奏を反省というか見習って頑張ってもらいたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。では松田さん、お願いします。はい、お二
二人、まずはお疲れ様でした。菅野くん、おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。全部対戦された皆様、大変お疲れ様でございました。僕は、今回、初めてということもありまして、歌手、半分三味線弾きなんですが、半分歌手でございましてですね、一応そういう観点から見させていただいたわけでございます。今の決勝でありますと、やはり小田島先生、その他先生方がおっしゃったように、経験の差とか、そういう部分が出てきたのかなとは思うんでございますが、中村拓也さんも決して0点というわけではなく、いいところがあったと思います。皆さんにぜひこれも忘れず勉強していただきたいなと思うのは、やはり曲弾きも歌付けも一緒だとは思うんですが、流れの良さといいますか、いわゆるそのリズムですね、歌手でいうとなんか歌いたくなるようなそういうリズムっていうものがもっとあればいいのかな、曲の流れが良くなってくるのかな、全体的にレベルアップするのかなという思いで今日は審査をさせていただきました。まずは大変お疲れ様でございました。おめでとうございました。以上です。ありがとうございます。最後決勝戦ですので工藤さんからも一言どうぞお願いします。ごめんなさい、間違えました。菅野君おめでとうございました。ありがとうございます。さっき段差での話をしたんですけども、すっかり立ち直って同じ曲を弾いたんで、とっても良かったと思います。この決勝の時の曲の流れもとっても今回は、割とジンとくるようなところはありました。これからも頑張って、初心忘れず頑張ってください。ありがとうございます。あとは、歌の歌いやすい三味線弾きになって、はい、はい、ありがとうございます。じゃあもう一方だけ、山中さんお願いします。あ、お二方お疲れ様でした。菅野さんおめでとうございます。ちょっと菅野さんにお聞きしたいんですけど、はい、中村さんが出だし02、1の人の02で入ったっていうのは、はい、頭の中に入れてそれは意識して入ったものなのか、はい、それとも当初から02で入る予定だったのかっていうのはちょっと聞いてみたかったなと思ったんですけど。ですね、何も決めておりませんでした。バチ付けの3の糸で入るときに、その今日の調子というか、434のダダダンって入ろうとも思ったんですけども、はい、ちょっと直前まで考えてとっさに出たフレーズが、02から入ったというフレーズでした。そこが中村さんと被ってたので、はい、もうひょっとしたら意識してなんかもっと上手く弾いてやろうっていう感じで同じような感じで入ったのかなとか思って、そしてこれはすごいなと思って。であとリモート大会としてやっぱり大きい音も大切なんですけど、はい、やっぱり振動が来ない分その小さい音を殺した音が非常にこっちで聞いてる分には心に響くのかなと思って、はい、そういう部分では菅野さんの小さい音を殺した音色の方が私の方がちょっとほろっときた感じがありました。もちろん中村さんも非常に素晴らしい手も聞いてる素晴らしい演奏されたと思います。で、ちょっともったいなかったのがちょっとマイクのコードが中村さんの場合はバチのところにちょっと被って見えてしまうんですね。なのでバチ付けをしっかり見えるようにコードの配置とか、これはオンラインならではなのかなと思うんですけど、あとヘッドホンのケーブルもひょっとしたら後ろに回したりとかそういう工夫があるとひょっとしたらもうちょっと弾きやすかったのかな。でこっちもバチ付けをしっかり見やすかったのかなと思います。でもお二人とも本当に素晴らしい映像ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いろいろと今回ね初めての試みをやってみまして問題もありました。課題も見えてきましたし、可能性も見えてきたように思います。皆さん本当にお疲れ様です。大会といえばジョンカウラ節で勝負という大会が多い中、今回は津軽五大民謡と鰺ヶ沢ジンクが課題というハードルが高かったようですが、曲が偏ることなく様々に楽しんでいただけたのではないでしょうか。出演者はいつもの大会のようにね、声援も拍手もない中、カメラに向かっての演奏、とっても大変だったと思います。本当にご苦労様です。
初めての生配信大会でハプニングもあり、拙い司会で皆様の拙い司会でしたが、皆様のご協力をいただき、進めてくることができました。心より感謝申し上げます。今回の取り組みが様々な試みにトライしていただくきっかけになればと思っております。まだしばらく我慢の日が続くようですが、どうぞ皆さんお元気にお過ごしください。出場者の皆様お疲れ様でした。そして審査員の皆様ありがとうございます。さらに決勝の皆様、最後までお付き合いいただき、チャットで盛り上げてくださりありがとうございます。ちょっとね、いろいろご紹介できなかったのが残念ですが、本当にありがとうございます。それではまた皆さんお会いしましょう。どうぞお元気で。ありがとうございます。